のこいつを使いこなしてみせる。 V2 のドライボ
標に向けて攻撃を開始する。しっかり狙えよ。照準絞り込め。砲撃開始。機体を捨てるしかない。基本性能はモビルスーツと大差はないんだ。シュラフ隊を甘く見るな。畳みかける。あんなやられた。最後はこれだよ。どうしてこんなことになった。逃がすぞ。撃て。センサーの一つや二つ死んでも辺境の異星人が我々に盾つくか。そこだ、ファイヤー。くっそ、さすがにやりやがるな。基本性能はモビルスーツと大差はないんだ。そこまでだ。敵戦力を見誤っていたか。地球の戦力はここで削っておく。スピアの出力は最大に。そこか。かすったようだが問題ない。ポセイダル軍のエースパイロットか。格闘戦になるか。もらった。敵戦力を見誤っていたか。お手合わせ願おうか。ガンダム、スピアの出力は最大に。そこか。予測の範囲内か。覚悟なさい、マフマクトミン。こういう時には強気で。足を止めた。今だ。落ちなさい。トールファイブが持たないのか。元は13人中女だろうと容赦はせんよ。スピアの出力は最大に。そこか。私だって元13人衆の一人だ。これくらい。止めなくては。マスターランチャーを出そう。少しはやるようだな。だがマイロード、盗んだ機体で戦うとはつくづく浅ましい。ウストムがいい。やはりそうきたか。ここで13人衆を止めなくては。イリス、しっかり捕まれ。突っ込め。なんと
シュアトールファイブが。しなくてはな。サーベルの前だ。いや。いかん。フレームまでガタガキさ。知っているぞ。あれはガンダムというやつだ。ただのセイバーではないのだ。スラク隊を援護します。 V2 のサーベルで。
ザースカールを潰すまではどんなことも覚悟の上よ。直撃させられなくても、それで落ちるほど軽い女じゃないのさ。ガンダムをいくつも持ち出してきてさ、見えてるよ。ザンスカールの好きにはさせない。モーレット、こちらは任せろ。無駄玉は撃たん。落ちろ。やることなすこと裏目に出ちまう。避けてばっかりじゃダメだけど、あの人を止めないと全体が勢いつく。ここはサーベルだ。嫉妬したことが、やるしかないってんなら照準は合ってる。ガ
前に出すぞ。対艦対戦用意。ビームラブを使え。遅かったな。これで